リコメソッド創立者のリコです。こちらロサンゼルスキャンパスでは土地柄もあるんですけれども、ハリウッドということでたくさんのプロの方、業界の方ですね、いわゆるもうお稽古にやってまいります。例えば、女優さんですとか俳優さんとか、そのオーディションがあってそこで歌わなきゃいけない。で、歌うことに自信はあるんだけれども、歌えるっていうだけではなくって、バックの伴奏を聞いて、そのハーモニーを分かるっていうことがどれぐらい自分の歌をもっと、こう、良くしていくのかっていうことを、お教えする。それから、シンガーソングライター、もう彼なんかになると、自分の声の、美味しいところだとか、どういう、スタイルで曲を作ってるのかってことはもう、ご自分たちがよく分かってると。なんだけど、クラシックの勉強をすることによって、いろんなテクニカルなこともそうですし、まあ視野が広がって新しいスタイルに挑戦することができる。で、もう一つはプロデューサー関係ですね。で、彼らは、要するに他のタレントと仕事をしなきゃいけない。他のタレントのあなたのこういうところ、あなたのそういうところっていうのを、こう、引き合わせる、その監督業をしなきゃいけない。何が一番素敵になるのかっていうのが分からなきゃいけない。そうなると、いろいろミーティングをしたり、相手のその演奏を聞いたりするわけですね。そうした中で、あ、これのここがいいって直感的に分かってても、自分の中で、最低限自分の中で、これはそういうことなんだなってこう、何が起こってるか、感覚だけではなくて、理論としてちゃんとできるっていうところは、やっぱり力になると、そういうふうに、感想としていつも聞いています。ですから、もうそういう、で、こちらにいらっしゃるそういう方々っていうのは、結構もう成功されてて、名前の出てる、有名人なんですよ。なんですけれども、彼らは本当に真面目です。もう一生懸命で、もっと自分のアートを良くしていきたいっていう気持ちでいるので、で、武器が欲しい。自分のやってることに、やっぱり、説得力を持つためには、いろんなこと分かんなきゃいけない。そうすると、やっぱりクラシックの音楽なんですよ。基礎というと、やっぱりピアノなんですよ。いろんな音をいっぺんに弾ける、そのオーケストラみたいな要素を持った楽器っていうのは他にありませんので、まあ一番手っ取り早いんですね。で、私はそういう環境に、いて、いろんな生徒さんとこう、彼らのニーズに合わせてレッスンをしていくと、ますます、ますます、そのピアノの、ファンダメンタル、要するに幼児教育で教えていることが、どんなに素晴らしいものかっていうのを、本当に思い知らされます。それで、その、プロの方々も、真面目に、地道にお稽古に通って練習してっていうことをしてますけれども、本当にね、いい子ちゃんたちなんです。あんなにチヤホヤされた有名人なのに、一生懸命で学んでいってその力がつくことが嬉しい。力がついていくことに対して、もう、次の挑戦は何だっていう、そういうワクワク感が止まらないんですね。そういうのは、何も、初心者だから、ちっちゃいお子さんだから、それとも、ものすごくもう成功してミリオンセラー出してるプロだから、関係なくお手伝いになっています。クラシック音楽ってすごいです。